こんにちは。ナナプレチャンネルリビューザーウォッチ開封動画です。本日はオリエントよりスポーツライン M フォースをご紹介したいと思います。1997年に第1弾が発売された本格派スポーツウォッチでございまして、 M フォース、メカニカルフォースといった名前の由来の通り強さを表現した機械式時計です。第1弾から24年ほど経過していますが、コンセプトで引き継ぎながらですね、現在でも愛されたモデルの一つです。それでは早速見ていきたいと思います。リビューザーウォッチ。はい、でそれでは開封していきます。ボックスの仕様は限定となっておりますね。そしてこちらが今回ご紹介する M フォースです。冒頭でも触れましたが、 M フォースのフォースは力、エネルギー、強さ、体力といった意味がありまして、強さが表現されております。またですね、 M フォースの M には3つの意味が込められておりまして、電池や太陽光に頼らずに時を刻み続ける機械式のメカニカル、堅牢で量感豊かな作りを表すマッシュル、そして独特かつ洗練されたデザインを象徴するマーベリックです。ちなみに M4 シリーズは1990年代と2010年代に展開されたアドベンチャーウォッチで、2020年代の復活から2021年の本気で第3世代となっております。復刻した昨年はですね、ダイバーズウォッチで、今年はフィールド系のアウトドアウォッチ仕様となっております。話を本気に戻すのですが、陸をモチーフにしたデザインがされており、アクティブなフィールドでの使用をイメージし、強い堅牢性、タフさが伝わってきます。そして何よりも印象的なのが、大型リューズを囲む3次側のプロテクションシールドですね。またリューズにある赤のラインは過去のシリーズにもある特徴の一つです。インテックスはオフロードタイヤのブロックパターンとステンシルをイメージしたデザインで、くぼみにルミナスライトを流し込むことで輝度の向上を実現しています。また風防であるサファイアクリスタルには AR コーティングが施されているので、高い視認性を確保しています。もちろんですね、デザインだけでなく機能面もタフさへのこだわりが追求されておりまして、自社製のキャリバー F6727 は衝撃時の固定力を高めるムーブメントホルダー、上下の揺れを抑える押し上げスプリング、天付のヒゲゼンマイの衝撃によるズレを軽減するフィレ玉など、さまざまな耐衝撃構造が施されています。その他といたしましては、両方向回転のベゼルは地震を太陽の方角に向けることで簡易方位計としても使用可能です。それでは次にですね、着用感を見ていきたいと思います。ケースの大きさですが、縦が約52、横が45、厚みは 12.8、 重量は約 125g です。機能としては表示の通りですね。サイズだけ見ていると大きい印象を受ける方も少なくないとは思うんですが、厚みがそこまでないことが構想しているのか、着用してみると案外気にならないんですよね。まあアウトドアウォッチですし、これぐらいの大きさは許容範囲だと思います。フリー文字盤とナトーベルトの相性がよりアウトドアのイメージを強くさせます。それでは最後に、昨年発売された M フォースのダイバーズウォッチと合わせてみたいと思います。右手が RNAC0L03B、昨年のダイバーズウォッチでございます。共通部分としては3次側の印象的なプロテクションシールドが目立つんですけれども、海と陸といったフィールドの住み分けがはっきりとされております。機能面といたしましては、アイスを規格に準拠する 200m 空気潜水用防水となっておりまして、アイスをダイバーズ規格に適用するようにアレンジされたキャリバーを搭載しております。またですね、ダイバーズの特徴の一つでもある逆回転防止ベゼルとなっております。キャリバー共通なので一切駆動機関は変わりません。ブラックで統一されたデザインはタウンユースでも違和感なく着用できそうですね。はい、いかがでしたでしょうか。1997年から続く同一シリーズの中で、コンセプトを引き継ぎながらもですね、進化をし続けているモデルでございました。自分に合ったフィールド環境配合におすすめです。この時計に惹かれた方はですね、いいねとチャンネル登録いただきましたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。